さて、いよいよお待たせしました鉄腕ミラクルベイビーズの登場ですね。はい、皆様お待たせいたしました。今夜30年近くぶりの再結成ということで楽しみなんですけども、皆さんから多分、質問が多いことせっかくなので聞いてみたいと思いますけども、はい、いいですか。はいはい。じゃあレコードデビューとなったきっかけを教えてもらえますか。はい、ありがとうございます。この質問は、ね、結構いろんなところで、ね、今までされてきまして、そうです、当時ですね、もう30年近くぶり、まあ約30年前ですから、もう本当に景気がいい日本の、ね、時代で、もう散々いろんなね、企業が企画して、アマチュアバンドのコンテストが数多く開かれてました。はい、で、バブル、まあそうですね、時代ですからね。で、まあ、プロになりたければそういうところに出てって、はい、まあ、決勝大会とかで、ね、レコード会社のプロデューサーとかの目に留まると、まあ、デビューができてみたいなのが割と登竜門というかね、バンドなんですよ。で、毎年毎年そういうこうバンドのコンテスト出てたんですが、その年はですね、もう本当当たり年で、コカ・コーラが主催するフレッシュサンドコンテストですね。コカ・コーラですか。はいはい、それの決勝大会、渋谷公会堂でステージを出してもらって、それと合わせてね、ヤマハが主催したイーストウエスト。イーストウエストって言ったらサザンか。そうです、よく知ってる。ありがとうございます。そう、バックスは。そう、ショウヤとか。そうです、そうです。が、そうです、そうです。そのグラフを取ってデビューというのですね。すごいですね。そうなんですよ。そういう決勝大会に、いや、それはね、中野サンプラザでしたね。そういうとこへこう出てたんですよ。あ、はい。で、ちょうどその当時、関西テレビが人気がガーッと出てきたトンネルズを使って番組を作りたいと、宮川君の。で、その番組のテーマソングを、まあ、既存のアーティストではなくて新人を使いたいという話があったんですね。で、それを依頼されていた、まあ、私たちがデビューしたホーライフレコードというところの、まあ、部長さんがですね、ホーライフというと社長はどういうのか、お、よくわかってるね。そう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 、はい、で、要はこう、そういうアマチュアバンドのコンテストをこう見ながら面白い新人がいないかって探してたんです。そのプロデューサーが実はわらべとか芋筋トリオを当てた人で、萩本欽一さん、欽一ちゃんのね、だから、まあ、どっちかっていうと色物得意っていうのかな、そういうプロデューサーだったんですけど、弾けてましたね。で、運転手さんが目に留まって、まあ、レコードをリリースしてくるというな。るほど。まあ、おかげさまで本当はもっと売れる予定だったんだよ。いやいや、めちゃくちゃ売れたんじゃないですか。いやいや、どうでしょうかね。もう今でもネルトンの曲なんか、まあ、番組でね、そういう企画だったりするとそうですよね。さありがとうございます。ありがとうございますね。まあ、話し出さない程度にお願いしたいと思いますけど、ね、まあ、ということでね、はい、そんな風な皆さんに愛されて活動を続けてたんですが、解散というか、まあ、活動停止になっても何十年も経って、こう今回は本当に久しぶりのジャンルの3人で立ちます。うん、10年ぶりです。そうです、そうです。はい、楽しんでくださいね。いや、もう今聞いてますけども、はい、意気込みがですね、はい、もうガンガン使ってるんですね。もういいステージやりますね。いや、じゃあもう緑さん、はい、行ってもらわないと始まる時間なんで、はい、ステージよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ急いで、はい、よろしくどうぞ、はい、あなたのハートにロックオン。急いで、急いで、はい。Thank you.
Weird to make babies. ようこそようこそ。もうね、もうこんなにたくさんの人に集まってもらって久しぶりなんだけど元気です、じゃあもうね、あの皆さん楽しんでいただくために自己紹介しちゃった、しちゃいたいと思います。メンバー紹介ね、はい、私がボーカルの溝口智香です。はい、ベースの大さんです。そしてキーボードの B さんです。3人合わせて鉄腕ミラクルベイビーズです。はい、あそっちも、はい、3人合わせて鉄腕ミラクルベイビーズです。はい、こっちも欲しいだろ。はい、3人合わせて鉄腕ミラクルベイビーズです。はい、最後にとどめだ。3人合わせて鉄腕ミラクルベイビーズです。よろしくお願いします。はい、今日はねちょっと限られた時間の中ですけど、昔を懐かしんで結構楽しい曲いっぱいやってたよね、今までね。あ、今までは鉄腕の時代に、はい、で本当にさっきラジオ番組の中でも言ってましたけど、もうとにかくいろんな曲を持っていろんなコンテンツを出場しましたね。いっぱいそういういい曲があるんですが、それでは鉄腕を代表する、これね、フレコンで結構いいとこまで行った曲です。彼氏とデートしてね、天気のいい動物園でデートする予定だったんだけど雨降っちゃったっていう意味ですね。口も回らなくなってきてますよ。まあ多めに見てくれない。はい、レイズ聞いてください。言葉もなく、 Lay
しい。よくこういうの歌ってたよね、あの当時ね。あのシマウマのシマを取ったらただの馬ネットっていうジョークは、多分ですね、私自分の旦那の前で言ったらすごい仕方されると思うんですよね。あの今ねちょっとこうゾッとしたというか、あの若い頃は、無茶だったなと、まあ、そんなことも思ったりしているわけでございます。で、あのいろんなところでですね、結構まあ、いろんな方に声かけていただいて、ちょうどネルトンの曲が出て1年後ぐらいにですね、1周年記念で大阪かなんか行って仕事したよね、覚えてる？浅野ゆう子さんがゲストだったので、そうなんです。で、あの当時もあのいわゆるこうなんていうかな、自然派で売ってる浅野ゆう子なん で私たちね、こういう昔はちょっと形違いましたけど、こういうシルバーのカツラつけたんで、これ実はですね、こってこてにメイクをしないと顔がのっぺらぼうみたいになっちゃうんですよいや言い訳じゃなくて、で、カメリ派をしたらすごい、あの私たちの担当の、事務所のヘアメイクアーティストさんってついてきた、その人がディレクターに、とにかく化粧をしろ、化粧濃くしろで、少し濃くしててカメリ派をやると、いやまだ全然顔が分かんないからもっと濃くしろって言われてですね、最後ね、ほんと魔女みたいになっちゃったんですねあのね、で、終わった後マネージャーに連れてってもらって、浅野ゆう子さんとね一緒にこうやって写真撮ったんですよ。そしたらね、出来上がった写真見たらね、あの白雪姫と3人のやっぱ魔女だよねあの写真どこ行ったあれ、あ、捨てたね、そうだよね。あのですね、いろんな方と仕事させてもらってましたけど、あれは一番悲しかったかなね。まあそういうことで、本当にラッキーなことに、そういうようなですね、あのいろんないい経験させてもらいました。私自身は結婚式の司会のね仕事なんともしてまして、はい、あの司会させてもらったね、新郎新婦さんたちもちょっとびっくりしちゃったけどね、いらして、こんななんですいません、あの時真面目に結婚式の司会やって、もう本当すいません、こんなね。で、そういうふうに一生懸命こうティーアップしてもらった経験が、今今度は出会った新郎新婦さんのティーアップをこういうふうにしたら喜んでもらえるかなみたいなものにつながってるというですね、人生無駄なことは何もないなと、本当にこういういいメンバーと、こんないい時間を持ってて、そしてまたこういうねお客様とも本当ありがとうございますということで、その素晴らしい経験をいろいろさせてもらったきっかけになった曲、もうこの曲2曲やって上にのし上がっていったって感じだもんね。それを皆様にお届けしたいと思います。テクノポリスの少年たち、そしてフリーザマン、続けてお届けします。
ションで18年日本は無能な政治家の悪性と北の他の国からのミサイルの攻撃に原子の危機に迫る。日本政府はどうこれから世界中にヒーローを集めるというお触れを出したんだ。どうなるのも言うな。とんでもない、とんでもない、とんでもございません。さらにはスーパーマン、ポリスマン、ステーラマン。さらにはスーパーマン、ポリスマン、ステーラマン。一番偉いのは誰だ、一番すごいのは誰だ、一番強いのは誰だ、一番やばいのは誰だ。ホストマン、スポーツマン、スネークマン、スパイダーマン。ホストマン、スポーツマン、スネークマン、スパイダーマン。一番偉いのは誰だ、一番すごいのは誰だ、一番強いのは誰だ、一番やべえのは誰だ。Hey everybody、 この世の中はなんて出なくなやつでいっぱい。一つ人世の生き血をすり、二つプラチナ悪行三昧、マイ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 。三つ醜いこの世の中を、四つよ、良いではないか、良いではないか。お殿様、おやめくださいませ。良いではないか、恥ずかしがることはない。ありがとうございます。フリーダマンで泣かないでね、ありがとうございますね。この間アムロちゃんの2人来たんでね、ごめんねまあいろいろね、あのライブの楽しみ方ってあるのでね、はい、実はですね、今回ちょこっとこうそういうイベントやるからやろうよっていう話をしたら、結構いろんなとこから引き合いがいただきまして、ちょっとね1回だけのつもりだったんだけど、飯山の方で今度7月15日にイベントがあって、そちらの方にも呼ばれているので、鉄腕ですね、ちょこっとだけ期間限定で、はい、あの言っときますよ、ギャラが発生する営業しかやりませんね、ということで頑張りたいと思います。まあでも今日が最後じゃないというのは嬉しいよね。まあちょっと頑張りたいと思いますね。それでは最後の曲になります。もうあっという間だね、鉄腕ミラクルベイビーズ、ありがとうございました。こんな皆さんにね応援してもらってここに立てるということで、じゃあいいです、はい、最後の曲になります。ラブレターフロムカワダの、あ、カナダの向こう側でラブレターフロムカワダで締めさせていただきます。
負けない人目別で書いてあるだけど君